東武バス東武バスウエスト、川越営業事務所川越営業事務所所属者東武バスウエスト、川越営業事務所は埼玉県川越市新名町にある東武バスウエストの営業所である。参下に坂戸営業所を持つ。以前は新座営業所も参下にあった。東武バスの営業所としては最も古い営業所である。かつては国際工業バス、川越営業所が 道を挟んで斜め向かいにあり、そちらもバス停は、新名庁舎こと称した。川越駅をターミナルとし、川越市内及び、川越市から北側の各駅、自治体を結ぶ路線を所管している。さらに、2008から2009年にかけて、新座営業所から、上福岡駅、富士見野駅発着の路線を移管しており、現在は、川越エリアと上福岡、 富士見のエリアの2エリア体制となっている。川越08系統と小江戸名所巡り線を除く、全路線は本川越駅を経由し、川越05、川越06、川越08、明令2系統を除く、各路線が蔵の町を経由する。なお、案内状は、川越だが、川越所属車両は、川の表示で運行されていた。しかし、現在は、 川越という表示になっている。なお、川越駅東口、西口本川越駅間は、ワンコインバス扱いを行っている。川越駅新名庁舎湖線、川越01は短距離路線ながら、東京所のメイン路線であり、日中でも1時間に4から6本運行されている。蔵の町を通る路線の中でも本数が多いので、観光客の利用も多い。川越駅女性高校やわ団地。 東松山駅線、川越例には、国道254号線に送行に路線であるが、国道254号線自体をメインに通るのは、八幡団地東松山駅間である。川越例にはそのほとんどが、八幡団地までの運行であり、東松山駅まで向かう便は1日10本以下と、非常に少ない。平日早朝の発便のみ、新名庁車庫から、 東松山駅まで運行される出庫便がある。東松山駅松山新名長間はワンコイン運賃が設定されている。東松山駅駅入口間で並行する川越観光自動車の路線でワンコイン運賃が廃止されたが、当路線の運賃は据え置かれている。川越駅女性高校、長県や高野駅、高野巣免許センター線あたり営業職種の長距離路線で、 平日の日中は、高野瀬駅から先、高野瀬免許センターまで、平日早朝、深夜と土休日は、高野瀬駅止まりとなる。川島農協前や、川島町役場の近くを通る。川島町役場へは、分かれ産系統系統も運行される。主に、埼玉県道76号線を北上していく。運行間隔は時間帯によって大幅に異なり、 30から180分程度となっている。河野瀬駅付近は免許センター方向が河野瀬駅東口経由、川越駅方向が河野瀬駅西口経由で経路が異なっている。川越駅発20時以降の便は嵐湖を過ぎると県道76号線を離れて新嵐湖で終点になり河野瀬駅までは行かない。このバスは新嵐湖で折り返し回送になる。 また朝の平日6時台に1本だけ、新荒子始発があるが改装で到着するので、現在は、新荒子湖で純粋に営業運転で折り返すバスは、なく必ずどちらかは回送運転になる。川越駅前イナス元町山が、やート桶川駅、西口線、下秀屋桶川駅西口間は、下秀屋バス停が、最寄りとなる、ベニバナウォーク、桶川開業に合わせて、 ワンコイン運賃が設定されている。これは、開業時に、上げ営業所による直行バスが設定されたため、並行する道路線も、同運賃となるように設定されたものである。この直行バスは2017年5月に廃止されたが、道路線のワンコイン運賃は据え置かれている。川越駅埼玉医大川越運動公園線、川越駅宮下町循環線、川越駅札の、 辻パイオニア前線川越駅小江戸名所、ぐり線小江戸名所、ぐりバス専用車上福岡駅発着は2008年3月31日に新座営業所より間。富士見野駅発着は2009年に新座との共管となったが、現在はすべて川越担当となっている。なお、同地区を走る富士見野市内巡環バスは、現在も新座が担当している。 上福岡駅西口鶴ヶ丘巡管線富士見野駅西口大井巡管線富士見野駅西口上福岡駅東口線富士見野駅西口四巡管線富士見野駅西口鶴瀬駅東口線同社担当路線及び運行区間については川越シャトル現行路線を参照系統番号付与以前100円160円割引運賃終了について重要 バス利用特典サービス終了のお知らせ東部、交通広告のご案内と部 AD メニュー2020、なお、命令3系統は、札の知事まりのため一番街、中町は経由しない、東部バスでは、川越駅東口停留場を単に、川越駅と案内している、富士見野駅西口の鶴瀬駅、東口駅時刻表。2021年3月13日閲覧。 鶴瀬駅東口の富士見野駅、西口駅時刻表。2021年3月13日閲覧。省エド名所、巡りバスに新型特殊車両を投入します。東武バス、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュエリアスラッシュ pdf スラッシュ20160810コタヌバス。p d f ト ご好評につき、第2弾、小江戸名称、巡りバスに新型特別車両を投入します。東武バス、http www.tobu-bus.com uploats f i l e s i n f o スラッシ 2017911pdf2018 年12月16日閲覧。ありがとうございます。